おはようございます。今日は1月11日です。今日は鳥取県岡山県スキー技術選手権大会、いよいよ予選が始まります。ちょっとでも上に行けるように頑張ってみたいと思います。イエイ。2年ぶりの大会、緊張するね。そうですね。あの時よりかは上がってること上達してるでしょう。まあ、はい、頑張ろうね、はい、よし、じゃあ画面に向かって頑張るぞ。頑張るぞ。よし、おはようございます。またね。おはようございます。鳥取県岡山県合同技術選手権大会2年ぶり。雪もめっちゃいいし、ちょっと柔らかいけどね、最高じゃないね。ド緊張しております。久々すぎて。とりあえず1種目目はカービングショートターンで元気よく行きましょう。わかりました。元気よくね。自分の滑りをする。自分の滑りをします。はい、頑張ります。ここは駐車面小回りです。駐車面小回りとスタート。とりあえず皆さん今デラ掛け待機中。みんなデラが押すいつも。2年ぶりの犠牲。いやー、本当はですね、もう気持ちが高ぶります。どうよ調子は。いや、もうね、調子はね、すごいっす。すごい。1年ね、貯めたパワーが。なるほど、はい、はい、頑張ろう。おはようございます。岸も頑張ろう。溜まってますから。よいしょ。クビちゃん、1種目目終毛だって。終了しました。2年ぶりの大会、そして1種目目、超緊張した。まあ、いつものことですよ。まあね、ちょっと雪柔らかかったね。いや、かなりなんか柔らかそうに見えるけどな。滑りやすいんだけど、なんか気持ちが入るとガッツってなんか前に行ってつのめるパターン。感じだね。次は総合格好、頑張ります。頑張れ。うはい、2種目終わりました。3種目目、急斜面ショートターン。結構ボコボコ、ハードバーンです。やばいですね、監督。これね、死にますね。結構えぐいです。ちょっとコブがあったんですけど、そのコブの形跡が若干残った感じ。音もやばい、ガリガリ出て。3種目目ショートターン、頑張ってきます。はい、最終種目です。大回り、最後元気よく滑りましょう。大回りですね、結構回しない。頑張りましょう。コーチ、頑張りましょう。監督、いえ。監督と岸、いえ。頑張りましょう。楽しもう。気合で頑張ります。ラスト、予選ラスト、頑張ります。
終わりました。とりあえず終了のジェラパージをかけて大会終了です。今日は点数が辛かった。めちゃめちゃ点数が低くてちょっとへこんでますけど、まだまだ練習不足っていうことですね。これからちょっと西日本、全日本に向けて練習頑張ります。はい、お疲れ様でした。県予選終わりました。終わりました。お疲れ様でした。今日はとりあえず鳥取県で一応一番取ることができました。ありがとうございます。まあ、ただね、ちょっと内容はあんまり良くなくて課題だらけなんで練習あるのみだな。そうそう、たまたま今日はまあちょっと運が良かっただけかな。まあとりあえず次は西日本に向けて、まあ、今ちゃんと課題として取り組んでることをしっかり練習して西日本の大会まずできるように頑張りましょう。はい、頑張ってください。はい、今日は反省会します。今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。皆さん